願います岩渕智さん、はい、私は日本共産党を代表し、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案に対し、反対の討論を行います。産業法は、その前身である参活法以来、株主資本利益率、ROE の向上を最優先とした大企業のリストラ、人減らしを支援することで、株主資本主義、株価資本主義を推し進め,し進めてきました。本法案は この間の構造改革と規制緩和、そしてアベノミクスによって、多国籍企業の競争力が強化される一方、国民の暮らしや雇用を破壊してきた実態に何の反省もないばかりか、さらにコロナ禍に乗じたリストラを推進するものであり、断じて容認できません。反対理由の第1は、グリーン社会への転換、脱炭素を名目に、原発の永久活用を進め、再生可能エネルギーの導入を阻害するものとなるからです。 東京電力福島第一原発事故から10年ですが、原子力緊急事態宣言は発令中であり、被害はなお深刻かつ継続し、拡大しています。今、政治がなすべきは、原発事故の痛苦の反省と教訓を踏まえ、原発ゼロの道に踏み出すことです。老朽原発の再稼働や新型原発の開発など、いつまで原発にしがみ続けるのでしょうか。来年、ドイツは前期廃炉にしますが、なぜ日本にはできないのでしょうか。 省エネ、再エネ中心のエネルギー政策への断定大転換を強く求めます。第2の理由は、コロナ禍を期間とした大企業のリストラ、事業再編、M&A の促進が、一層の雇用破壊と中小企業、地域経済の切り捨てを招くからです。中小企業の足腰を強くすると言いながら、規模拡大を目指し、中堅企業に成長する事業者への支援の重点化によって、地域経済の担い手、 雇用の支えとして必死に踏ん張る小規模事業者の淘汰をもたらしかねません。今やるべきは、誰一人取り残さないために、中小企業、小規模事業者への支援を拡充強化することです。そして、コロナ禍のしわ寄せが集中するフリーランスが人間らしく働く権利を保障することです。反対理由の第3は、規制のサンドボックスの高級化が、将来にわたり国民の日々の暮らしの場を企業の実験場とし、 再現なき規制緩和をもたらすことになるからです。雇用や労働に関わる労働法制の規制緩和や、国民の安心・安全、命に重大な危険を及ぼすことにもなりかねません。以上、反対討論といたします他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めますこれよりり採決に入ります。 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、磯崎さんから発言を求められておりますので、これを許します。磯崎